ロバンス、夜。今日これだけで一日終わっちゃいそうだな。こいつは左展開しようか、いや右展開しようかな。敵の戦車隊とその陣地を確認した。敵部隊を撤退するな。敵陣地を占領する。ああ、これも金首タイプだ。どちらかというといつでも撃てます。射撃命令をどうぞ。この押しそうなんか、いるんであの後ろに最強。厳しいな。どれを一台買いたいな。でもなんか買おう、何買おうかな。これソビエト連邦のあれか。ソビエトと初めて量産された戦車。ソビエトは嫌だな。これがドイツ軍で、ドイツか。いや、アメリカで行こう。アメリカで。自走法、自走法。あ、間違えた、間違えた。これいいね。120ミリ砲火、発射速度。
7秒。旋回が速いのがいいな。500馬力。よし、じゃあこっちを購入しよう。どっち購入しよう。上だと。これだけか。じゃあ155HP330で、馬力が330、旋回25ミリ砲、これ購入してみますか。じゃあ研究、この戦車を研究しますか。 T1の戦車経験値から100に消費します。あ、そういうことか。ちょっと待ってよ。 T1 の経験値から、あ、これたくさん使わないとダメってことね。俺こればっか使ってるや。これどうすんだろう。これ T1E6PS、これは元々こういうセンスなのか。スキル習得のためにセンサー T1、 ん？アメリカだよな。これはもうこういうモデルなのか。それ以上のそれ以下もないのか。罰で戦車するすぐに戦闘開始する、または訓練で強化の可能だ。さらにシルバーと経験値使用して戦車アップグレード購入せよ。史上最強各種戦車アンロックしましょう。戦闘にそのシルバー、なるほど。倍率利用可能、倍率利用可能、戦車名称、戦車経験値、招待、ちょっと何てるか分かんないや。じゃあ、アメリカの購入確認、 Purchase cannot be undone, proceed。 お、なんかもうプロモーション購入しましたよってことですね。 T2 ミディアムタンク中戦車ですね。 T2 という名前ですね。これ今アンロックしましたってことですね。戦車購入完了。中戦車は火力、機動性、装甲のバランス優れてます。新しい戦闘に参加し使いになりましょう。搭乗者の確認、第2、第1案、何にするかちょっと分かんないから、まあいいや。ああ、そういうことね。選択で
車両の購入。今これを購入したのかな。で、搭乗者を指定しなきゃいけないわけね。じゃあこの人にしよう。選択。新しい車両に搭乗に配置する場合は再訓練が必要です。どのレベルまで訓練しますか。すごいかかるじゃん。軍事学校。選択。わあ、めっちゃお金減ったよ。これででもいいのかな。これが使うようになりましたと。で、アップグレード。コーラのケース、なるほど、いろいろあるわけですね。じゃあこれの性能をもう一度確認していくと、37ミリ砲を持っていて、リバティ、HP が155しかないのか。 HP 底上げできないのかな。これは操作を閉じる。でこれで多分この T2 ミディアムという車両でたくさん経験すると、この T2 ミディアム、あ、 M2 ミディアムってに乗れるんですね。で HP がちょっとずつ上がってきますよってことですね。これもそうですね、そういうことだな。研究ロックされてます。なるほど。どんどんアンロックして、まあ自分好みのタンクを作っていきましょうって。おそらくそういうゲームですね。開始2、3時間経ってようやくゲーム性を理解したという。じゃあこれで戦闘行ってみましょうか。とりあえずシルバーっていうお金みたいのと、この戦車はどんどん経験値貯めてって、戦闘数こなしてキルしてポイント貯めてどんどんアンロックしていくってスタイルですね、おそらく。110発ってことはレールガンタイプなのかな。試し撃ち一発してみようか。敵の戦車隊とその陣地を確認した。敵の戦車を殲滅するな。敵陣地を占領する。レールガンタイプで、あー、いいねいいねいいね。この場所は要注意だ。 5.7 秒でダメージを取り上げるか。で、HP が150も少ないなと思って、あとこのマークは何なんだろう。これはダイヤのマーク、横線がチェック。放物線描いてない今。岩とかを利用して、敵がこちらを見ているぞ。敵が出てきたぞ。やばいやばいやばい、こっちにもいる、こっちにもいる、やばい、ここまでここまでる。ちょっと待ってよ、ちょっと待って、クリアリングが難しいな。めっちゃ撃たれてるな、後ろから撃たれてるんだよね、これ。一回前線下げて、この上のものか。ちょっと前線上げていこう。
多分ここは安全なのでどうする。あそこですごいな、6対1じゃん。敵が右展開で、我々が最後の希望だ、敵を片付けるぞ。押し上げてどうする、自分たちは。じゃあ、あー一回裏切ってるな。あれちょっと待った、裏切った方がいい。一人応答してくれた、なんて余裕がある人なんだ。本当に一人の余裕がある人。味方戦車が破壊された。当たったぞ、装甲貫通。ナイスキル。いつでも射撃命令を出してください。あと一人じゃん。交代戦了解。これめんどくさいな。この場合そうだ。何もやってないし。自走法って使ってる人がめっちゃ多いな。そんなの使えたっけ。プロビンス。これ最初の戦車を選択して、マップがいいとかじゃなかったら最悪やな。このマップは、戦車が乗らないのか。敵の戦車隊とその陣地を確認した。敵部隊を殲滅するか、敵陣地を占領せよ。
ください。やばい、めっちゃ撃たれてる。総員退去。やられた。カスタマイズとかもできるのか。うん、そういうことか。当時にいなくなっちゃうわけか。
お、もう1300も溜まってる。早い。いくらでいけるっけ。先行する戦車で必要なパッケージを研究してください。え、どういうこと？ん？あ、なんかオプションが光ってる。ちょっと待ってよ、どういうことだろう。なんでロックされてるかわかんねえな。パッケージ違う、パッケージじゃなくて、パッケージ、37ミリバーニング、詳細に切り替え、何が上がるか分かんないな。パッケージライフル、ライフサイクル。戦車にパッケージ搭載する場合は事前に研究管理士から購入をしてください。ロック、条件が満たされていない場合、車両を研究することができません。パッケージをアンロックするには先行する車両またはパッケージの研究を完了しましょう。アンロック、このパッケージは研究可能です。フリーでいけますね。研究完了、このパッケージの研究は購入できますよと。所有中、このパッケージすでに購入、いつでも戦車に搭載できます。装備中、すでに搭載されています。さらに、戦車のパッケージに車両を5通りにアップグレード可能。手砲、弾薬の強さの場合は手砲により敵戦車への損傷度が決定される。エンジン、サスペンション、砲塔、優れた砲塔には、それに見合った装甲旋回速度が備わっています。なるほど。無線の送受信能力はそのまま敵の位置情報の受信発信力となる。発信力と言っちゃっていいのか、味方に発信するってことか。 OKOK。 あ、なるほどね。これをこうアンロックしてって M2 ミディアムが使えますよって。うわ、長い道のりだなこれ。だからそうするにはお金払ってアップロードしてってことね。購入しました。で、これ何がついてんの、これ。何がアップロードされたのか分かんない。あ、この違うな、37ボーイングセミオートマティックガン、オートマチックガン。あ、これは変わってるわけね。何が具体的に何が変わってるんだろう。 1.5、0.5。 あ、精度が上がってるね。精度下がってるわ。ダメージが、貫通力がちょっと上がってるのか。で、セキュレーター、違う、 SCR ってのは何だろう。通信距離か。325、通信距離ってのが上がりましたよって。スキャンクリーニングかな、何の略だろう。スキャナー、まあ、とりあえずすごい 300m ぐらい上がりましたよってことですね。あ、ちょっとずつアップデート強くなっていくってわけか。今度これがエンジン出力が増加しますよってやつかな。変わってないけどね。と、機動力が上がるのかな。 T2E4
旋回速度が46に、あ、1上がるよってことね。研究、この戦車の、この車両の戦車経験値から消費します。承諾購入できますよ。購入、パーチェイスキャノビーアンダーで、これ買いますと、で承認で買えましたと。どんどんもうこれ上げてっちゃえばいいわけですね、このまま。でこれも何だっけ、研究車両からいけます。440、購入と承認で、これで何になったのかな。こっからすごいね、通信距離が 615m。 何を通信するか全く分かんないけど、じゃあこれで一回アップデート、このタンクをアップデートした状態で、おそらくこれがアップデートされているので、通信距離とかは書いてないかな。あ、変わってますね。じゃあこの状態で一戦もう一戦いきましょう。でどん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 こうグレードアップ、グレードアップしていくわけですね、タンクが。ああちょっとずつ分かってきた気が。ヒメルズドルフ夜、移動視認性、隠れたスナイパー、タンクをスナイパーっていうのか。素早い戦車、おとりになって敵をおびき寄せることができる。スナイパーが狙撃する。なるほど。ここ難しいな。右行けるのかな。右行ってみようかな。初めて。あ、相対級が上がってる。相対級170、20上がってる。見えないわ。
犬が、あ、待って、右にいるって言われた。いないよね、ちょっと、ちょっと。え？どういうこと？どこに？あ、上にいるわけね。これが要するにスナイパーってやつか。うわー、正面から来てる。正面から来てる。いつでも撃てます。射撃命令をどうぞ。あら退却だ。領地取られちゃったわけか。じゃあ次、研究、あ、そうだ、研究ね。T2 ミディアムの車両研究値から、今のこの戦車の経験値から消費しますと、エリートステータス獲得、 T2 ミディアムタンク。エリートってのはさらに優秀ってことかな。さっきのタンクよりも高性能ですよってことかな。継続、3万1000で承諾購入処刑で、これで下から数えて3番目ですね。レベル10だったらレベル3のタンクをゲットできたってことですかね。 T2 ミディアムタンク、うん、この方よくわかんないな。性能だけ見ますか、最後に性能だけ。37ミリガンですね。340馬力、HP 180に上がりましたね。通信速度 200m、 旋回速度が35度に1秒かかるという、まあまあ中戦車ですかね。とりあえず配信はじゃあこの辺で1回ストップします。